パンダは、猫目に属する、ジャイアントパンダとレッサーパンダの2種の総称、クマネ猫とも。ただし単に、パンダといった場合、ジャイアントパンダのことを指すことが多い。ジャイアントパンダとレッサーパンダは、食肉目に属しながら、共に装飾適応を果たした種であるが、リージャアーナソンの分子系統解析などにより、両者は禁煙ではないと、結論付けられている。 中国を代表する動物だが、生息地は、四川省の一部などと狭く、中国全土に生息しているわけではない。単に、パンダといった場合には、オオクマネコのことを指すことが多い。しかし、先に西洋に報告されたのは1821年に、博物学者に知られることとなった、レッサーパンダで、ジャイアントパンダが報告されるまで、唯一のパンダとして知られていた。 先に発見されたレッサーパンダに対してパンダと命名され、後に類縁関係にあるとみなされたジャイアントパンダが発見されたことを受けて従来のパンダをレトロニムでレッサーパンダと呼ぶようになったという経緯がある。パンダの語源は明らかでないがネパール語のニガリアポニャだと言われている。中国語ではパンダをクマネコ、ジャイアントパンダを大オオクマネコ、レッサーパンダを 国馬猫と呼ぶ。これらの使い分けは、本校のパンダと同様である。クネ猫の時期に着目すると、ジャイアントパンダと体格などの共通点に乏しい、猫の字が使われていることは不可解であるが、原義は、レッサーパンダのことだということを念頭に置けば、理解しやすい。なお、現在の台湾では、猫熊と呼ばれている。ジャイアントパンダとレッサーパンダの類縁関係については、 原生種が少ないこともあり長く議論が行われた。ジャイアントパンダとレサーパンダは、高度に装飾適応を示す種で、共に竹を主食にしており、それを掴むため前足の等足子根骨が肥大化している。このことから、これら二種は禁煙と考えられ、パンダ科が置かれることもあった。熊科やアライグマ科に入れられる時も、二種が禁煙であることを前提として論じられることが多かった。 しかし、ジャイアントパンダについては、デビットやデイビスの解剖学的分析により熊化の系統に禁煙なしとされ、分子情報を用いた研究からもそれが明らかになった。一方で、レッサーパンダの進化的類縁関係については21世紀になってからも議論が続いたが、2010年代には、レッサーパンダは、イタチ上化の中で、スカンク化に続いて2番目に分岐した系統であると、 見られるに至った。ジャイアントパンダはクマか、レッサーパンダはレッサーパンダかに分類されている。この両家の関係は遠い。二種の共通点は修練進化によるものだったことが判明している。MJ セレスらによる系統を全滅種を除くなどして簡略化。なお、猫目に書かれている分類と異なり、スカンク化を置いていない。レッサーパンダかは訳が違うだけで、 かつてのパンダ科と同じトガだが、現在のレッサーパンダ科に含まれるのは、レッサーパンダ及び禁煙と考えられる化石種のみで、ある。ありがとうございます。